はい、というわけで、糖質制限とアスケンで、90キロダイエットした代表と言います。ちょっと今日からですね、久しぶりに動画の方を投稿させていただきたいと思います。今日ですね、休みなんですけども、今日のメニューについて、ご紹介させていただければと思います。こちらですね、ちょっと見えるかな、キャベツ 250g とチーズ、見えますかね、チーズ 13.5g で、玉ねぎドレッシングが、15cc ですね。はい、でこちらの、これが絹豆腐と、かつお節、2.5g、 絹豆腐は 300g ですね。はい、でこちらに卵豆腐のタレがかかってますね、豆腐の方に。でこれがふすまパンミックスといって、富澤商店さんから出てるやつなんですけど、普通のパンって大体 30g ぐらい糖質があるんですけど、こちらのふすまパンミックスは大体1枚あたりに、25g 計算で、50g ぐらいの量になるんですけど、糖質が全体で 4.7g となっております。なんで普通のパンの、4分の1から5分の1の糖質になるんで、1枚2枚食べても全然太らないっていうか、血糖値も上がりにくいと思います。でちょっとですね、普通のパンに比べると多少パサパサするので、僕の場合はマヨネーズハーフと、あと、ちょっとこれは僕個人でやってるんですけど、卵豆腐を、結構水分あるんで上にかけると結構美味しいですね。でこれで合計で、卵豆腐も糖質が 0.3g 程度なんで、合計しても 5g 程度で済みます。普通のパンに比べると、やっぱり 5分の1ぐらいで済みます。はい、でですね、こちらの豆乳ヨーグルトっていうのがありますね。こちらちょっと100g ぐらいなんですけど、こちらね、よくね、大手のスーパーとかに売ってるんですけど、これ豆乳グルトってやつですね。こちらの方が、ちょっと腹持ちが良くて、酸味が、なくて、ヨーグルトに比べた酸味が少ないと。で、お通じが改善されて、で糖質も低いっていう形なんですね。大体200円から250円ぐらいで売ってますね。はい、で具体的にですね、 PFC バランスでいうと、エネルギーがだいたい 120g あたりで 54kcal、 タンパク質 4.2、 脂質 3.2、コレステロールは0、炭水化物 2.0 で、糖質そのうち糖類が 0.4 ってことなんで、実質ですね、糖質は 100g あたり 1.6 とか、そのぐらい程度です。はい、だから普通のヨーグルトに比べても糖質は低いっていうのもあって、お通じも改善して腹持ちがいいっていうのがあるんで、非常におすすめです。はい、で今日のですね、朝食に関してはこんな感じなんですけども、次にですね、この体重とヘモグロビン A1C の変化について、ちょっとこれパソコンの画面がちっちゃいので、ちょっと読んでいくって形になってしまうんですけど、ですね、すいません、その前にごめんなさい、さっきのデータですね、朝食のだいたいどのぐらい、このぐらいのカロリーでどのぐらいになるかってことなんですけど、エネルギーがだいたい580キロカロリーで、タンパク質が 45.8、 標準がだいたい23から53なんで、アスケンっていうやつで見てるんですけど、で脂質が 31g、 ちょっと過剰ですね。で糖質が 19.4 です。私は1日糖質量がだいたい60から70に、設定してますので、通常ですと、普通の方ですと120とか、200ぐらい取ってる人もいると思うんですけど、私の場合糖尿病があるので、少なめにしております。で体重も落ちるので、やっぱあまり落としすぎないように、ある程度取るようにして、調整してるという形ですね。はい、でいろいろビタミン A とかもろもろあるんですけど、食物繊維が 18.2 という形になっております。塩分が 3.1、 ちょっと少し多めっていう形で、はい、これをね、毎回続けてるような形ですね。はい、でシンクヘルスっていうアプリがあるんですけど、こちらの方でね、この画面だと見えないと思うんですけど、言っていきたいと思います。最初ですね、去年のダイエット前、7月4日かなに取った時の血液検査の結果が、ヘモグロビン A1C が 8.3 でした。通常が、4.6 から6.2だったっけな、ぐらいなんですけど、 8.4 で完全に糖尿病で、薬も4種類飲んでて、糖尿病の薬を、で体重も185キロありました。はい、それは前にも YouTube でお伝えさせてもらってると思うんですけど、でそこからですね、糖質制限とアスケンを開始して、次の血液検査は11月29日、だからダイエット始めて2ヶ月後で、5.8 に落ちてます。まだ薬4種類飲んでましたけど、はい、
でそこからまあどん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 やってってずっと継続して1年間継続して、まあ5月の16日今年の5月16日にヘモグロビン A1C が 5.2、 薬なしで 5.2 になりました。4種類飲んだんですけど、今まで、まあ、4だったのに0になって、はい、で昨日ですね、血液検査の結果が出まして、その時の血糖値がですね、食後血糖値っていうのがあるんですけど、まあこれがまあ食後に2時間ぐらい経ってからの血糖値ですね、一番こうたびたび上がっていくタイミングだと思うんですけど、そこでの血糖値が、いくつだったっけな、ちょっと待ってね、すいません、94ですね、94、前は240でしたちょっと下がりましたね、はい。でヘモグラミン A1C も安定で、まあ、お薬飲んでない状態で 5.0、まあ、標準の数値ということで、先生の方からもまあまあまあ気が向いたら来てねって言われてるんで、まあ、気が向いたら行こうと思います。2ヶ月に1回は必ず行くようにしてます、はい。でですね、体重に関してなんですけども、まあ、こちらもアスケンの方でデータ入力してるんですが、まあ、最初ね185キロあって、まあ、最初の1ヶ月はね12キロくらい落ちたんですけど、やっぱだん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 ね減る量は落ちてきてます。で現在昨日ついさっき測った時に体重が 94.5 キロだったんで、約91キロかな減量できてます、はい。でちゃんと先生の方からも血液検査してるし、まあ、他の数値ヘモグロビン A1C 以外も数値として気には問題ないので、まあ、引き続きね、適度な運動しながら、食事管理とかをやっていきたいと思います、はい。で最後にですね、今日はおすすめのね間食についてご紹介させていただきたいと思います。私基本的に間食は全然 OK だと思ってるんですよ。っていうのはまあ基本そのやっぱお腹すくとかあると思うんですけど、それを我慢することで逆に炭水化物取りたくなるっていうのがあると思うんで、まあその糖質がね低い食品って結構今最近出てるんですよ、うん。でそれをね食べることで、まあ、お腹を紛らわせるというか、そういったことをちょっと僕はやっています、はい。辛くないんでね、やっぱそれで、まあ、先ほどお伝えした豆乳ヨーグルト、これもなんかおすすめですね、はい。でですね、今飲んでるのが僕これは特保じゃないんですけど、このメガペプシってやつですね。これがね0キロカロリーなんですけど、まあ、糖質がね待ってくださいね、糖質ゼロですね、はい。エネルギーもゼロ、タンパク質ゼロ、脂質ゼロです。食物繊維もこれはゼロですね。他に特保のコーラとかもあるんで、これも特保のコーラは同じように糖質がほとんどないんですけど、500ミリで 1.4 とかしかないんですけど、食物繊維がね別途 5g ぐらいあったりするんで、見かけたらぜひ飲んでいただきたいですね。空腹の時とかに特に、普通のコーラと全然変わらないんで、うん、美味しいです。で他にですね、最近ですとこういうねロカボハニーナッツっていうのがあるんですけど、これ僕よく食べてるんです、元禄さんの、うん。これカロリーが71キロカロリーで、タンパク質 2.5g、 脂質 6.1、 炭水化物 1.9、 まあ糖類が糖質が 1.0 ですね、はい。でまあピーナッツ、アーモンド、クルミっていうね、非常にまあ食べやすいとか歯ごたえもあって、まあ量はそんな多くないんですけど、これなんかすごく感触にいいですね、はい。で最近ですと、まあ、最近ローソンの方で糖質オフのお菓子っていうのも非常に増えてきてまして、この中でね、まあ、そうだな、僕が一番好きなのは、まあ後で紹介するとして、まあこの鮭皮チップスっていうね、これがね料金が、鮭皮チップスはね1個230円ですね、こちらですね、1個230円、糖質が 0.0g ですね、ないです、はい。でこちらの成分表がエネルギーが 114g あたりなんですけど、67キロカロリーで、タンパク質が 11.8、 タンパク質取れるのがでかいですよね、うん。で脂質が 2.2 で、炭水化物、糖質が0で、コラーゲンがなぜか 8000mg 入ってます、はい。何がちょっといいのかちょっと分かんないですけど、まあ健康にはいいと思います、はい。ですごくね最近人気の、僕もちょっとフォロワーさんから教えてもらったんですけど、こちらですね、パリパリ小いわしブラックペッパー味ですね。これも美味しいですね。僕昨日食べましたけどね、これは美味しいですね、うん。糖質がね 0.1g です。1個のこの1袋で 0.1 なんで、普通のポテトチップスとかはね確か20、25とか 30g ぐらいあるはずなんですよ、もっとあるかな、
だから本当に何百分の1しかないんですよ糖質が。はい。でこちらはですね、ノンフライのお魚スナックプロテイン 12.6g、 プロテインも入ってると。でエネルギー表が、成分表が71キロカロリーで、タンパク質が 12.6 で、脂質が 2.1 で、糖質が 0.1g で、カルシウムが414。カルシウムがまた取れるのがいいですよね、魚の小イワシ、うん、イワシ、うん、なんで、はい。で僕が一番個人的に好きなのは、結局ね、あの酒のつまみ、僕お酒飲まないんですよ、お酒のつまみが好きで、この焼きスルメゲソピリ辛味っていうね、これですね、これが美味しいです。これが糖質が 0.6 ですね、ちょっとあるんですけど、まあ、ほとんど変わらないですね。こちらが 14g でエネルギーが 47kcal、 タンパク質 9.2、 やっぱ同じようにあのタンパク質は多めなんですね。で脂質が 0.9 です。 0.9 だ、脂質取りたくないって人はこれがいいかなと思いますね。はい。こちらは糖質が 0.6 で、食塩は 0.5 なんで、まあこれのいいところっていうのは、味がすごく濃いのは、まあ、他のも同じなんですけど、あの歯ごたえがやっぱいいんですよ、噛み応えがあるというか、うん、だから食べててお腹いっぱいになる、量は大したことないんですけど、だそれは本当におすすめできますね。別にお酒飲まなくてもこれは美味しいと思うんで、まあこれをちょっと温めて、まあ、マヨネーズつけて食べてもいいと思うし、マヨネーズも糖質ほとんどないんで、あの一緒に食べてもいいと思います。はい。だから完食したいものをね、あの何個か、まあ、ストックしといて、まあ、お腹空いたらもう躊躇なく食べちゃうっていう感じでいいかなと思います。はい。まあ、何十個食べるってのはさすがに体に良くないかもしれないですけどね、あの1日ね1個2個、まあ、2、3個食べる分には、あの管理しながらだったら全然問題ないと思うんで、あのダイエットに関しては本当にね楽に、無理せずにね、やっていきたいと思いますし、あのもしこれを見てあのいいなと思ったらね、あのまあちょっとやってみいいなと思った食品があったらぜひ使ってみていただければと思います。はい。でこちらの方ですね、もしよかったらなんですけど、まあ、あのいいねなりチャンネル登録なりしていただければ、幸いでございます。またあの不定期で、YouTube の方を投稿させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。